糸崎君雄です。世界はデタラメであるという話をしようと思いますけども、我ながらね、いよいよ確信に迫ってきたなと思うんですよ。それがまあ世界はデタラメである、そもそも世界そのものがデタラメなんだっていうね、それがまあフッサール現象学の教えでもあるんじゃないのかなと思うし、それもね、それがまた旧約聖書にも通じるところがあるわけですね。つまりその旧約聖書の神様の教えっていうのはもう絶対なんですよ。絶対逆らうことはできないし、逆らったら死刑なんですね。でその神様っていうのは何なのかっていうと、非常に気まぐれな方なんですね。デタラメなんですよそういうことなんですよ。だからそれはだからそのまあ言語の恣意性の原理ですね。前回の動画で言ったかもしれないですけども、ソチュールが、スイスのソチュールが明らかにした言語学者ですけどね。つまりその言葉っていうのはきちっとした規則によって成り立ってるわけですね。法則によって成り立ってるわけですね。主語があって、述語があって、目的語があってっていうね、そういう規則があるんですけども、でもその言語の起源をたどるとそれは恣意的なんだと、だからまあ犬のことをなんで犬かっていうと、それは日本語でたまたま犬って決まってるだけで、英語ではドッグって言いますけども、それはだからそのそういうふうにして決まってること自体は理由がないんですね。恣意的なんですね。でも一旦そのルールが決まっちゃうと、そのルールには拘束性があるという恣意性の原理がその世界そのものに当てはまるのではないのかなというのが、私の発見であり気づきであるんですね。だからそのまあ、ソシュールと同時代なのかな、ウィトゲンシュタインが世界は論理空間の中に存在するということを、論理哲学論考の中で述べたんですね。冒頭の方で述べたんですね。でそれは非常に私は感銘受けたんですけども、まずそのウィトゲンシュタインが言うところの論理空間および論理っていうのは、まあ、いわゆるその言葉による論理的組み立てという、それをそのそういうことじゃなくてもっと広い意味なんですね。世界というのはつまりは論理空間なんだと。だからその、まあ、近代科学が明らかにしたところによると、そのガリレオ・ガリレイとかね、そういう人たちからが明らかにしたところによると、世界っていうのはきちっとした法則でできているんだと。物体の加速度っていうのはそのどのように計測してもまあ一定なわけですね。でまあその、僕は物理科学そんな得意じゃないのですぐに思いつかないですけども、まあその、物体の膨張であるとかね、科学的変化であるとかね、もうとにかくこうきちっとした規則があるわけですよ。気まぐれではないわけですよ。でその気まぐれではないきちっとした規則を使ってテクノロジーを発展させてきたのが、まあ、近代でありポスト近代なわけですね。だから、これを撮影しているデジタルカメラもうそういうそのきちっとしたその物理法則、化学法則に従ってまあ設計されているわけですね。ちなみにシグマ FP2、レンズがウルトラワイドヘリア 12mm5.6 というね、レンズはちょっと古めなんですけど、古いのでねちょっと曇ってるんですね。でこの曇ってる画面がなんかいい味出してますねって、いい雰囲気ですねって何人かの方から指摘いただいてるんですけど、それもまあ物理法則の産物なんですよ。なんつったってレンズが経年変化で曇ってるわけですからね。でそういうことでまあ科学というのは、発展してるんですけども、一方でそのだからその、話を元に戻すと、ウィトゲンシュタインが言ってるところの、論理空間っていうのはそういうことなんですよ。つまりその、まあ、人間が喋る言葉っていうのは、きちっとした法則にのっとってんだけども、同じようにそもそもが世界そのものがきちっとした法則にのっとっていて、でそれをして論理空間と述べたんですね。だから世界そのものはその論理空間の中に存在すると、いうことなわけですよ。だから、まあ、今夕方でもうすぐ日が沈むんですけども、日が沈むという現象も物理現象であると同時に論理空間の中の論理的な現象なわけですね。日が暮れるのも原理なんですよ、ね、空が曇ってるのも論理なんですよ、ね、水蒸気が、
上空に溜まってるわけですね。それは物理現象であると同時に、論理空間の中の論理的な現象なわけですね。でということをウィトゲンシュタインは明らかにしたんだけど、じゃあその論理空間ってどこにあるんですかっていう、そういう問題なんですよ。つまり論理空間の中に世界があるんだけど、じゃあ論理空間の外どうなってるのかっていうと、これがデタラメなんですよ。そういうことなんですよ。それがすごく大きいんですねつまり言語というのは思惟性の原理によって成立してるんですね。だから論理の内部にがいかに整合性があったとしても、ね、論理空間の内部っていうのは整合性があるんですよ。だから人間が喋る言葉もその内部では整合性があるし、ウィトゲンシュタインが言うように世界そのものが論理空間の中、論理空間であって、その論理空間の中では整合性があるんだけども、でもその論理空間の外ですね、それはソチュールが言ったように、起源においては根拠がないんですよ。デタラメなんですよ。デタラメに犬とかドッグとかなんとか言っているに過ぎないんですね。でそういうことで言うと、そのだからフッサールが科学者を批判して、科学者っていうのは素朴なんだと、自然なんだと、自然的態度で世界に臨んでいて、全然認識が甘いんだということをフッサールは述べているんですけども、それはだからその一見だからその世界というのは論理空間であって全て整合性があるように思えるけども、その整合性っていうものの外部がデタラメじゃないですかっていうことをフッサールは言ってるんですね。デタラメだとは言ってないけども、整合性があるかどうか確認できないと言ってるんですよ。確認しようがないものに対してこれは整合性があると して断言するっていうのはそもそもおかしいんじゃないですかということをフッサールは言ってるわけですね。だから僕らにとって、人間にとって確実なことは、とにかくこう現象が生じているというね、実際に私の目に世界が見えていて、この世界の真ん前にカメラが置いてあるわけですね。で そのカメラを通して YouTube で映像を発信するつもりで、撮ってて、まあ多分今皆さんこう私の動画ね見てくださってるでしょうという、まあ、そういう予想も含めて絶対に確実なものとして現象してるんですよね。現象していて、それが本当に存在するかどうか、その存在に対してその現象が整合性があるかどうかっていうのは分かんない、そこまでは分からないわけですね。だからそのそういうデタラメな世界に、我々はむしろそういうデタラメな世界、整合性があると感じられるようなデタラメな世界に我々は生きているわけですよ。だからその私がこのフッサール現象学の現象というものを、その漫画や映画の SF とかファンタジーに置き換えて私自身が解釈するっていうのはそういうことなわけですね。ドラゴンボールがカメハメを使ったりとか、空武術使って、空飛んだりとかね、そういうことをするっていうのは、まあ我々いわゆる現実世界の人間から見るとデタラメなことが書かれているわけですね。デタラメの物理法則の世界が書かれてるんだけども、でも孫悟空なりフリーザーなりね、ピッコロ大魔王なり、そういう登場人物にとっては、これはだからその確実な現象だし、自分たちにとっては、確固たる現実だし、確固たる物理法則なんですね。でもその漫画の本、ドラゴンボールっていう漫画の世界の外側から見ると、ドラゴンボールの世界観っていうのはデタラメなんですよね。ということで言うと、我々はそのまあ我々は日本語を喋ってるわけですね。でも日本語の外側から日本語知らない人が見ると、なんかほやほやほやって知らない言語、よくわかんない言語を喋るやつらだっていうね、それはまあ各国語、あの各言語お互い様ですけども、まあ今だから文明が発達して近代になると、あの異文化交流が始まるので、お互いに言語を翻訳し合ったりね、自分たちに耳慣れない言語だからっつってそれは言語だっていうふうにして認めることができますけども、それ以前はその、まあ、とにかくデタラメを喋ってるやつらだってね、お互いにまあ言ってその殺し合ったりなんだりっていうこともあったわけですね、過去においてはね。で
で、それをさらにその話をさらに広げていくと、この世界というのは論理空間の整合性のある物理法則のなによって、できているんだと、そういう見方があるけども、でもそれは、その外部から見ると結局はデタラメなんですね。だからそれはそのガリレオ・ガリレオが見出したところの物体の加速度っていうのも、その、まあ、それはその天体の運行にまで応用できる、その理論がですよ、その理論がその内部にその内部においては整合性があるけど、外部から見るとこうデタラメなんですよ、ね、でそれはその何かこう外宇宙みたいなものがあって、そこから中宇宙を見るとデタラメとか、そういう問題ではないんですよ、ね、この宇宙はどうなってるのか、宇宙の外はどうなってるのかつってね、無限に広がってるんだって、ね、無限ってどういうことっていう、そういう疑問も含めて全部デタラメなんですね。まあ、そういうことなんですよ。だからそれは前にも言いましたけども、あのアメリカの数学者の、これは19世紀の人かな、18世紀の人かな、あのプラグマティズムの創始者の一人ですけども、パースという人が、まあ、数学者、バリバリの数学者で、私のパースの本は数学、数式が出てくると私は頭痛くなっちゃうんですけども、でもそのパースが言うのは、一方で数学っていうのは数式じゃないんだと、ね、数式なんか実はデタラメなんだっていうね、 1+1 は2っていうのも実はデタラメなんだっていうね、何の根拠もないんだっていうね、そういうことをきちっとパースは述べていて、さすがやっぱりすごい人はすごいなと思ったんですね。だそれがまあ19世紀18世紀っていう時代なわけですよ、ね、フッサールもパースも、まあ、みんな同時代なわけですね。でそういうところから言うと、そのだからこれはね、私の人生経験とも重なるんですね。つまり私はその小学校中学校高校とね、劣等生だったんですね。でとにかくまず一つはその ADHD なので、遅刻が多いし忘れ物が多いし、落ち着きないし、もうとにかくこう困った子供で、でそういうこだわった子供に対してうちの親は理解がないというかね、不寛容な親だったので、先生も不寛容だったので、まあ時代もありますけど、まあ性格もあるんでしょうけども、あのまあとにかくこうお前はダメだっていうことで叱られたんですね。あとまあ勉強に全然興味が出ない、あの向かないんですね。でまあ理科は好きだしたし、あと算数も応用問題は割と得意で、あと国語もまあ割と得意だったんですけど、国語にしたって漢字の書き取りとかね、あと算数もその計算したりするのすごい嫌だったんですね。あと社会が、今だから歴史とか社会とかすごく好きなんですけども、その当時は社会は嫌いだった。なぜかっていうと、そのやっぱり年号をねこう暗記させられるんですね。でそういうのすごく嫌だったし、であとまあそのこれもちょっと動画にしてそびれてますけど、あの最近ツイートでお勉強と研究の違いということをツイートした人がいて、つまりその日本の官僚っていうのはまあ東大卒系が多くて、でそうするとみんなお勉強が得意なんですね。お勉強っていうのはつまりは教科書に書いてあることを丸暗記して、そして、教科書に書いてあることを疑わないっていうね、これが官僚的な思考なんだと。だからあの日本の官僚機構っていうのは偽科学にすぐ騙されて、偽科学を持ち上げて、しかも自分たちは責任取らないって言うんですよね。だって教科書に書いてあったんだから、つまり教科書に書いてある記述の間違いは自分たちに責任がないと、ね、だからそのツイートした人が書いてたのは、その、つまり試験勉強に出題ミスがあると、ね、全員に10点加点とかね、30点加点とかそういうことをしますけども、それはつまり、問題が悪いわけですね。学生には、受験生には、責任がないわけですよ、ね、でところが研究っていうのはそうじゃなくて、その先行研究を疑うところから始めるっていうんですよね。先行研究が正しいとは限らないから、ね、もう一回検証し直して、で研究を進めましょうっていうのは研究の基本なわけなんですよ。でそうすると、私が
その学校の勉強が嫌いだったっていう、苦手だったっていう理由がよくわかるんですね。結局私は根っから研究者なんですよ。その意味で言うとね、まあ、研究者っていうのもまあ広い意味ですけども、まあ、大体アーティストっていうのは研究者でなければならないし、優れたアーティストっていうのはみんな研究者なわけですね。で、だから僕自身はお勉強が苦手なんですよ。で、学校卒業してから、大学卒業してから主体的に勉強するようになったら、がぜん面白くなった、勉強の面白さがやっと分かったっていうのは、それはだからその研究的な勉強だったからですね。だから僕が最初に勉強し始めたのはその、まあ、生物学関係の本から読み始めましたけども、その、まあ、ある本とある本と読み比べると、まあ、記述のそれぞれ違いがあるんですよね。で、そうするとどっちの記述が正しいのかっていう話になるんですけど、そうじゃなくて先行研究を疑いながら読んでいくというね、それがまあクリエイティビティなわけですよ。で、それが楽しいわけですよ。で、それが真の本当の意味での勉強だっていうふうに私は思ったんですね。別にその先行研究を疑わない暗記する勉強も必要なのは認めますけどね。でそうすると、まあ、話がどうしても脱線してしまいますけども、つまり学校っていうね、例えば小学校に限定すると、その小学校の内部体系において正しい正しくないということが決まってるわけですね。つまり教科書的記述は絶対に正しくて、疑う余地がないわけですね。で、それとその遅刻したり忘れ物したり落ち着きがない子どもっていうのはダメな子どもだっていうことも、まあ、これもだからその決まってるわけですね、正しいこととしてね。それとその学校の勉強に、そもそも学校の勉強に興味が向かない子どもはダメなんだっていうね、そういうふうにしてその小学校の内部においてはその何が正しくて何が正しくないかっていうね、それがまあ決まってるんだけども、でもその小学校を卒業して大人になって振り返ると、まあ全部がデタラメだっていう、そういう話になるわけですね。で、根拠がないんですよ。何の根拠もなく、ただ恣意的に学校の決まりが、決まりとして決まってるわけですね。だからまあ、まるっきり僕はその小学校の教育が、無効だとは思わないですけども、でもそれとこれとは話が別で、デタラメで恣意的なことには変わりがないんですね。なぜかというと、それはだからその今の小学校の制度自体が、さまざまな決まりを含めた制度自体がその、まあ、世界標準ではないわけですよね。少なくともね、各国いろいろやり方が違うわけですよね。でまあ、そうでなくても日本の学校は特殊だっていうふうにして言われるし、その時代的に長い歴史で見てもね、この日本の学校のあり方が、人類にとって普遍的なあり方なんだっていうね、まあ、そんなことは絶対に言えないわけですよね。だから非常に特殊な状況なんですよね。それは全てにおいてそうなんですよね。だから僕自身はその、まあ、子供の頃から苦手なこといっぱいあって、で今もまあその社会の落ちこぼれの側面ありますけども、だからどっかで今もどっかで自分はダメなんだとね、だからつまりは社会システムっていうのはきちんとしてるんだとね、政治的システムにしたって、その税金にしたって、そのそれをきちっと納めるシステム、管理するシステムというものがまあ、合理的にできていて、でそれに適応できない自分っていうのはダメなんだとね、だからまあ相変わらず、だからその私は 数字の計算が苦手なんですよね、でそうするとその今の社会っていうのは資本主義でお金で回ってますから、お金の計算苦手っていうと、それはだから人間として能力低いんじゃないですかというふうにして、思われちゃうし、私自身もね、そういうところは自分はダメなんだっていうふうにして思い込んじゃっているところがあったんですけど、まあ 100% それはないんですね。なぜかっていうと、この世界そのものがデタラメにできてるからなんですよ。だからその人間が作った決まりなんて、結局人間が適当に作ったんだからデタラメなんでしょっていう言い方できますけども、さらにその周辺、その人間の作った決まり事、法則の外側の物理法則、化学法則
そのものがデタラメなんですよ。なぜかというと、その物理法則、化学法則の外部外部から見るとそれはデタラメであるはずなんですね。でそれがだから、つまりはフッサールが指し示したところの現象学なんですよ。だからそのまあフッサールが言ったところは、そのフッサールが述べたっていうのはデタラメだとは言い切っていないですけども、そのかといってきちんと整合性があって根拠があるとも言ってないんですね。きちんと整合性があって根拠があるっていうことを前提にするのをやめましょうっていうわけですよ、ね、であるがままを見据えて、全ての先入観を排除して現象を現象として、認識しましょうということなんですけども、そうするとまあかえってこう抽象的でね、分かりづらくなっちゃうんで、まあ、あえてその反対側、常識の反対側に振り切ってデタラメなんだとね、で肝心なのはそのデタラメな法則に我々は縛られざるを得ないということなんですよ。そういうことなんですよ。だからデタラメなんだから決まりなんか守んなくていいやつってね、何でも自由にするとそれはまあ犯罪になるわけですね。で犯罪はしちゃいけませんよっていうのは、それはだからそのどんなにデタラメな規則でもその規則に我々は縛られるわけですよ、ね。だからそれは物理法則、化学法則なんてデタラメだからっつってね、じゃあ息を止めましょうって言って、そうするとまあ数分経てば死ぬのは確実なんですね。物理法則自体はデタラメだし、人間が息止めたら死ぬっていうこともデタラメなんだけども、でも我々はそのデタラメな法則に縛られているし、そこから逃れることはできないんですよ。そういうそのデタラメな状況に我々はいるんですよね。だからね、ソクラテスですよ、ね、やっぱそういうことを考えるとね、過去のさまざまな人がいかに偉大であったか、本質をついていたかっていうのはよくわかる。だからそのソクラテスが死刑判決を受けて、まあ、非常に理不尽な言いがかりで死刑判決を受けて、でしかもその牢屋に閉じ込められた時点で逃げることができたんですね。あの当時のアテナイの牢屋の番人っていうのは簡単に買収できると、でそういうことも含めた温情的な措置で、ね、ソクラテスは追放だっつって、アテネ追放だってね、まあ、実はそうなんですよ。そうだったみたいなんですよ。いつでも牢獄から逃げ出すことができるからね。だから追放だっていうのは、まあそのまあ、死刑っていうのは口実で、ね、なんつったってその一応ソクラテスはギリシャ市民ですからね。市民っていうと今で言うと特権階級なんですよ、ね。その下にたくさんの奴隷がいて、でもしさらにその市民っていうのも、だからアテナイの奴隷じゃない人が全員市民じゃないんですね。そのうちの長男だけが市民なんですよ、ね。やっぱり古代社会っていうのは現代社会と違って、まあ、機械化していないとね、生産性が低いので、その自由人ね、自由な市民っていうのは本当にごく一握りの人しかなれない特権階級で、あらざるを得なかった時代の市民の一員のソクラテスを、まあそんな簡単に死刑にできないというね、一応仲間だからね、でもその恩情をソクラテスは突っぱねて、あの死刑を受け入れたというところが非常にね、その現象学的で、つまりはそのまあソクラテスはそのまずとにかく規則っていうのはデタラメなんだっていうことをよく分かっていたし、そのデタラメな規則に我々は従わざるを得ない存在であるということをソクラテスはよく知っていたし、でそれを裏切ったら哲学が哲学として成り立たないというね、まあそういうことを、まあ、ソクラテスは述べていて、私はその大変感銘を受けたんですけども、だからその、まあ、イエス・キリストが貼り付けになったというのもそうですけどね、そのピラト総督の前でそのお前が非を認めたら
死刑は免れるって言ったのに、それをまたイエス・キリストは突っぱねたわけですね。で、だからそういうそのデタラメな規則、デタラメな判決に対してその人間というのは従わざるを得ない存在なんだっていうのは、そのまあこれは旧約聖書もそうなんですけどね、非常に神様がその気まぐれで根拠のないルールをユダヤ人に押し付けて、そして、たくさん人類がいるのに、ユダヤ人だけをエコひいきするわけですね。エコひいきする割にはそのエジプト人にユダヤ人が奴隷扱いして、なんか100年ぐらい奴隷として囚われてたのか、300年かな、なんか全部長かったんですよね。それをなんか放置してるっていうのもと思ったんだけども、でも神様がそうやってその気まぐれでエコひいきして理不尽っていうところが、これがだからその肝心なところなんですよね。それが神様たるゆえんなんですよ。でだからそのだから結局はニヒリズムだっていうことを一方で私言ってますけども、あのまあ、世界のデタラメさということをよく認識した上で、デタラメに従わざるを得ないデタラメな私たちという、そこもまあ、あの認識していかなければならないっていうかね、まあ私にはそういうふうにして明るくやっていきたいなと、これからもね、そしていい人になっていくっていうね、だからみんなに好かれるいい人になっていくというのも、まあそういうことが組んでるわけですね。なんつだって多くの人はいい人を望んでるんですよ、ね、みんなどんな人を望んでるのかっていうと、いい人を望んでるんですよ。だから人に望まれるようないい人になりましょうというのが、これがだから現象として存在するわけですね。でいい人って何かっていうと、そんなの根拠なくてデタラメなんだけども、みんなが望むいい人っていうね、根拠なんか関係ないんですよ。みんなが望んでるんだからね。でみんなが望んでいて、そして自分ができる範囲で、自分ができる範囲っていうのもデタラメに決まってるんですよ、ね。だから私自身いろいろなこと試して、あれもできないこれもできないっつってね、だいたい YouTube の収益化もできてないですからねおい YouTube なんか簡単だよってね、みんなと同じようにやればいいんで、だから YouTube で収益を上げたかったら、生活できるぐらいの収益を上げたかったら、その YouTube で収益を上げている人の真似をすればいいわけですね。ヒカキンの真似すればいいんですよ。はじめ社長の真似すればいいんですよ。ところが真似ができないんですよ。なぜかっていうと、人はそれぞれ性格が決まっちゃってるんですね。私は私で性格が決まっちゃってるし、できることとできないことが決まっちゃってるんですよ。でたらめに決まっちゃってるんですね。で逆に言うと、ヒカキンだってその YouTube っていうね、でたらめなシステムが生まれて、でそのでたらめなシステムに、たまたま性格が適合したっていう、そういうデタラメな状況に過ぎないわけですね。だからまあそういう中で、まあ人は何らかそれぞれ、やっていかなきゃいけないね。でそんな中で私はいい人になろうという選択をして、自分のできる範囲でそれをやっていきましょうというところで、まあこの動画がね、いい人のいい話かっていうと全くそうは思わないですけども、あと一つ言い忘れましたけども、凡庸さっていうことですね。凡庸ということを哲学は批判しますけども、それはまあ、ソクラテスにしろ、ブッダにしろ、ニーチェにしてもそうですけどね、まあ、フッサールもそうですけども、なんで凡庸が哲学の批判の対象になるかっていうと、結局凡庸ということがデタラメだからなんですね。だから凡庸さっていうのは、そのまあ最もこう一般的な事柄であって、でまあ、一方では一般常識とも言いますけども、その凡庸さ、一般常識ということが、それはだから多くの人にとっては、まあ、それは偏見値ですからね、それは絶対的なものと信じられていますけども、実はそれがデタラメなんだと。凡庸さはデタラメだし、それとその凡庸さを成り立たせるところの平均値ですよね。だから
平均から外れたものは異常だとされるわけですよ、ね、私もだから平均からいろいろ能力が劣ってたり背がちっちゃかったり痩せてたりするのであいつはおかしいっていうね、そういう子供の頃からそうなんですけども、でもその平均値って何かこう客観的で、何かあるっていうね、平均が正しいんだって、だって一番一般的なんだからっていうね、なんか一般的で平均的なものが正しいみたいな、そういう風にして思われがちですけども、でもその平均の外側から見るとその平均値っていうのはその結局根拠がなくてデタラメだし、で平均値を成り立たせるところの凡庸さっていうのもまあデタラメなんですね。だから哲学の批判の対象になるわけですよ。だからその前回の動画で言うと、その前かな、あの優れた作品といい作品の違いということで言うところの優れた作品っていうのは結局はそのまあ優れているものっていうのはまあいろんな言い方ありますけど、一つはその平均から飛び出してるっていうことだけではなくて、そのまあ平均を飛び出すことによってその平均がいかにデタラメかというね、凡庸ということがいかにデタラメなのかっていうことをそのまあ、いろんな形でその指摘している、明らかにしている、暗示しているというものではないのかなというふうにして思うわけですね。だから一方で私はそうやって、だからまあこのチャンネルの、まあ、今回の動画特にそうですけどね、凡庸さへの攻撃という批判というのをしますけども、一方でまあさっきも言ったみたいにいい人を目指すというね、凡庸になっていくという、凡庸を肯定していくというね、平均を肯定していくというね、まあそれがだからその折り返し点なんですね、私の折り返し点なんですよ、まあその話は前回もしたので繰り返しませんけども、まあ、そういうことでありますね、というわけで、以上ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。あと写真集ですね、日本の嬉しい場所ですね通販でお求め、ネットショッピングかね、お求めになれますので、ぜひよろしくお願いいたします。